はい、皆さんこんにちは。やっほー。私は今ですね、オーストラリアのパースというところに住んでいまして、ここはですね、海の近くでヒラリーボートハーバーというところなんですけど、ちょっと今白飛びしちゃって見えないんですけど、今あそこにですね、ボートがブワーッと並んでいて、でここになんか釣り竿屋さんがあったりとかで、あそこもなんかちょっとした観光名所みたいなのがこうあるんで、今日はここに来て少し歩きながらですね、オーストラリアのですね、ちょっとまあパースってどういうところなのかというところと、まあ他の都市と比べてどうなのかというところを話していきたいと思います。でまず皆さんご存知の通りですね、パースっていうのは、まあ、西オーストラリアにありまして、まあ、そこにある首都ですね。町は、まあ、すごい大きいわけじゃないですけど、まあ、僕としては思ったより田舎じゃないなっていう印象です。で今ここハーバーというかボートがねいっぱいこう並んでて、こう車の後ろに長いなんかつけれるんですよ、後ろにボートのこういう車がたくさん並んでいます。で、今後ろで何やってるかっていうと、これですね、チェックですね、チェッカーです。違法なものを取っていないかっていうのを細かくチェックしてるみたいで、さっきおじさん、まあ、ボート洗ってたんですけど、今日何取ったんですかと、サイズちっちゃいと1匹につき多分200ドルぐらい罰金、まあ、2万円ぐらいですね、罰金取られるような国なんで、結構何でも罰金です。で今の時期がちょうど、アバロンっていう、まあ、日本語でいうとこのアワビですね、アワビの収穫時期で、朝の、6時から7時までだったかそのぐらいに来て、1人50個ぐらいまで取っていいらしいんですけど、本当になんかビーチみたいなこういうとこに来て、なんか手で取るのかな。で自分の同僚とかも朝行ってなんかたくさんもらって、みんなで食べたりとかもしてて、蒸し焼きとかにしてね、ですげえ美味しかったし、まあアワビって言ったらハイエンドな食材じゃないですか。だそれだからまあ50ドルね、1回の量で払っても全然得なサービスというか、そんな風にやってます。まあサイズはもちろん大きいのしか取れないですけど、でもね、美味しかったし、まあ調理方法はちょっと調べてもらわなきゃなとは思うんですけどね。でもちろん釣りしてる人もいるし、まあ友達とかと遊んでる人もちらほらいるんですけど、まあ、散歩するにはめちゃめちゃ気持ちいいですね。気持ちいいわなんですけど、シドニーと比べてパースの違いって、この鳥が少ない。あ、どこ行った？こいつカモメですね。シーガルです。シーガルはパースにはあんまりいないです。っていうのもシドニーが港町だから、港町にはたくさんいるんですよ。でもここは港だから、まあまあぼちぼちいるけど、あんまりいないです。で代表的な鳥はブラックスワンっていう黒鳥ですね。黒い鶴がパースの代表的なシンボルになってるらしいです。だビールとかもスワンっていうビールもあるし、公園とか行くと大きいブラックスワンがブーッと泳いでたりとか、子供たちを連れてたりとかしますね。で今ですね、ちょっとしたこのビーチがあったので来てみました。カモメたちがね、すごいはしゃいでます。で今後ろとかでも寝そべってたりする人いるんですけど、まあこういう風にカメラ回してると気をつけなきゃいけないのが、たまにですねトップレスの、お姉さんたちがいます。カメラでは映せないので、今言葉で言いますと、何ですかね、ヌーディストビーチじゃないのにヌードの人がたまにいらっしゃるんですよ。でもちろんそれはダメなんで怒られるというかね、あなた来てないよって監視員みたいな人に言われるけど、それでも水の中に入って私来てるわなんて言ってやってる人たちも、まあ、何回か見たことあります。あっちもビーチがあるんだ。こんな感じです。いろんな魚が泳いでます。あっちにはいろんなお姉ちゃんたちや家族連れもいますかね、泳いでます。ちょっと気を取り直して説明していきたいんですけども、まずシドニーとパースの比較をしていくとすると、語学に関してですね、英語を学びたい人はおそらくパースの方がいいのかなと思います。で学校の数はもちろんシドニーの方が多いですけど、
環境っていうところで考えると、例えばパースってシドニーに比べてめちゃめちゃ日本人が少ないんですよ。でそれはもう本当にここに何年も住んでる人も言ってたし、まあ、自分も感じるんですけど、まあ、例えば自分が行ってる学校、あすいません、私今実は自己紹介してなかったんですけど、パースで学生をしています。で仕事はシェフです。で今奥さんと2人でオーストラリアに住んでるという状態なんですけども、で私が今行ってる学校、調理の学校なんですけど、そこも、日本人は私しかいないって言ってました。で最近1人入ったか入ってないかちょっと微妙なんですけど、それぐらいで、生徒数は、まあ生徒はいるけど学校に全員来てるわけじゃないんで、多分300人ぐらいいるのかな。それでもそれぐらいしかいない。で職場も、まあ、日本人が自分しかいなかったりとか、最近は1人やっと日本人の人が、女の子が入ってきたりとかってあるんですけど、とにかく日本人があんまり多くないかな、シドニーに比べてですけど。でケアンズとかゴールドコーストとか、その別の首都と比べても多分パースってかなり少ないと思ってて、ケアンズにいた時もあるんですけど、結構日本人は多かったし、なんかちょっとした観光地とか行くと日本語喋れるオーストラリア人の人も結構いました。ちょっと全然関係ない話なんですけど、今ここに走っていた女の子たちいますよね。この子たち今、あ、今いる子、この子、今ズームできないんですけど、この子とんでもないですとんでもない体してました。多分高校生とかだと思うんですよね。いやでもやっぱすごいですね、白人の方の体は。着てる水着とかもちょっと違くて、日本人の高校生が着てるような水着じゃなくて、そうすげえセクシーなの着てました。はい、というわけでちょっと本題に戻りましょう。はい、ちょっと待て、パースっていうのが結構ですね、まあ、すごいな、白いな、こう見ると。俺もパースも日本人が多いかって言われたら少なくて、多いことのメリットとデメリットっていうのがあるんですけど、でその環境でいうところで言うと、まあ例えば職場、家、あと学校ですね、ここに日本人が私の場合はほとんどいないので、一人ぐらいしかいないので、全部でもで、だから日本語喋ることはあんまないんですよ。だからそう考えると、まあ、英語に接する機会が増えることで英語を喋る、まあ、回数とか時間が増えることで英語の上達が早くなるんじゃないかなと思ってます。でたまに Facebook とかでもいるんですけど、例えばシドニーに来ました留学生です、で家も職場も学校も日本人ばっかりで、日本語環境だけで成り立ってしまう生活が、なので、全然伸びなくて悩んでますとかいう人がたまにいるんですけど、本当にパースに来るとそういうのが、まあいや今自分がこうバーって見回してても本当に日本人もいないし、いやアジア人もいないし、そう、それでもだからといってアジア人差別もないし、自分がシドニーにいた時ってすごい中国人の人が多かったんですよ。あと韓国人、韓国人はここだけじゃない、シドニーだけじゃないけど、どこでもいて日本人が結構多かったんですよ、どこ歩いてても。だからコミュニティとかも多いし、例えばじゃあ日本食レストランで働いてます、自分がマネージャーやりました、レストランオープンしました、で日本人が欲しいですってなっても全然来るんですよ。だけど今自分が働いているところって、日本人を欲しくてもなかなか来ないんですよ、人が。日本人の絶対数が少ないからっていうのがあるので、環境で言うと、例えば英語喋りたい人だったりすると、まあ、パースの方がいいのかなとか。ただその代わりデメリットもあって、困ったことがありますよね。まだ自分が英語喋れなくてとか、システムが分かんないとか、その困った時に日本人のコミュニティがない分、相談できる人がまあ少ないです。さっきも言ったけど、学校の数も絶対シドニーの方が多いし、エージェントの数も多いし、無料のエージェントとかもあるしって考えると、相談できる人、場所っていうのが限りなくシドニーに比べてパースは少ないですね。だからオンラインとかだったらまだ全然、ね、ネットさえあれば電話できる、会話できるけど、本当に困った時とか、例えば病院行って、日本語の喋れる人いますかって言っても、まあ、いない可能性も絶対高いし、まあ、シドニーとかだったら多分大きい病院とか行けば絶対1人2人はいるんで、日本人がっていうのがあるので、結構そういった意味では、まあ、シドニーの方がいいのかなって思います。ただ初心者に優しいかって言われたら別に優しくないです。英語が喋れない人がまず最初に行った方がいいのはゴールドコーストとかケアンズですね、本当に喋れない人は。で、まあ、ちょっと挑戦したい人はシドニーで、パースはかなりネイティブの人が多いから、もうさらに、そう、挑戦したい人にはちょうどいいのかなって思いました。
でそれからですね、でパースっていうのはもう本当に車社会なんですよ、シドニーに比べたら。でもちろんシドニーで持ってる人もいると思うんですよ、車、家が遠いとか。でパースでももちろんシティとかに住んでたり、仕事が、ね、シティだったり、あの学校がシティだったら全然車いらないんですけど、自分は今そのパースのシティの中心部から13分ぐらい北にある家に住んでるんですけど、でそういうところだったりとか、あと仕事が夜が終わるのが遅いので、例えば自分がバスとか電車で帰ろうとすると帰り1時間半ぐらいかかるんですよ、その距離でも。でも車だと18分で着くみたいな。だからそのまあ電車がねなくなっちゃったらもちろん帰れないから、それまでには仕事終わんなきゃいけないしっていうので、やっぱりあると便利だなって。だからもう本当に来てすぐ一番最初に買ったのが車でしたね。さっき言ってたのはあそこにいる集団ですね。あのなんか平均してみんなあのとてもレベルの高い、方が多いです。ちょっと風が強いのでこっち来ちゃったんですけど一番の違いが娯楽ですね。一番の違いはやっぱり何といっても娯楽。あのシドニーってやっぱりそのカジノとかもそうだけど、飲食店の数がとんでもなく多いんですよ。でしかもそれもどれも美味しい。あの日本食にしてもレベル高いし、韓国にしてもそうだし、タイとかもう本当にウエスタンのところもすごい美味しかったりするし。でパースはどうかっていうと、あの美味しい店はもちろんあるんですけど、美味しいかって言われると、まあ自分は一回も自分のレストラン以外で日本食のレストラン行ったことがないですけど、見ただけでも写真も全然食べたいと思うようなのがなかったりとか、あと値段高かったりとか、あとはあのオーナーがほとんど日本人見たことない、あ一個だけかな、すごいちっちゃいとレストランで日本人オーナー見たことあるけど、ほとんどチャイニーズかコリアンのオーナーですね。だからまあ本場の味っていうか、まあビジネスとしてやってるから、 そんなになんかそこまでは日本食っていう感じではないですけど、まあ、照り焼きとか刺身とかその辺があれば、まあ、一応まあ日本食なのかな。あと漢字があったりとかすれば。でシドニーと比べて違うのが、もちろん飲食店の数もそうなんですけど、あの閉店時間がめちゃめちゃ早いんですよ、パースって。でもう本当に遅いところでは11時とかもあるけど、でも基本的にほとんど閉まります。8時9時ぐらいで全部閉まってしまうので、やっぱシドニーとかだと朝までやってたりとか、仕事終わってからみんなでバーって飲みに行って朝まで飲んでとかって、でまたね寝て仕事行ってとか学校行ってとかあったんですけど、そういうのができないっていうかないかな、パースには。シドニーってどこの大体主要な何ですか、パブとかバー行くとポーキーとか、そういうポーキーマシンっていうギャンブルのあのマシンがあったりして、結構そういう意味でも楽しめるんですよ。でビール飲みながらとか、でビールもパースよりシドニーの方が安かった。パブとかの バーとかのビールは安かった。ちょっと安い。3ドル、4ドルぐらい違う。そう。だそういう意味では、まあ、シドニーの方が楽しかったりするし、あとまあカジノとかも、あのカジノびっくりしたんですけど、シドニーのカジノっていう、まあ、自分はシドニーしか行ったことないですけど、そこのカジノとか、そのポーキーマシンの演出っていうんですか、あるじゃないですか。例えばルーレットだったら、ルーレットってぐるぐるぐるって回って、タン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 で止まっていくんですけど、あのパースのカジノって、なんか、くるくる回るのが禁止されてるんですよ。で基本的にギャンブルが違法の州なんで、だから、例えばこう目がありますよね、9面とか12面とかあったら、そこが、スタートしたら勝手にペラッ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 ってめくれていくか、なんか上からボーリング球みたいなのが落ちてきて、それがなんかこうポンポンで出てきたりとか、回るっていうのは基本ない。だからちょっとやっててもあんま面白くないなっていう感じで、だからそんなやる人も少ない。だからそういうふうに、まあ多分州が定めてあんまりギャンブルやる人を減らそうよみたいな感じにしてるのかなって思いました。そういう意味でもちょっとまあそういう娯楽的な部分では、いや全然断然シドニーの方が楽しいかなと思います、はい、ただそうは言ってもこれね、一つ大事なのが、じゃあ俺やっぱりシドニーがいいな、私シドニーがいいなと思う人もいると思うんですよ。あのクラブとかもすごい多いし、若い人たちにはめちゃめちゃいいと思うけど、ただ犯罪率とかもやっぱり高いです、シドニーは。普通に腕打たれた人とか、あとなんかすごい人がだかりが集まって、なんだろうと思ったら乱射事件があったりとかっていうのも、まあ、10年ぐらい前の話なんですけどあったし、治安的にはどうなのかなって、まあもちろん自分パースのこと全部知らないけど、多分シドニーの方がそういった意味では多いかなと思います。あとですね、そうさっき言ったギャンブルとかの話なんですけど、やっぱりあそこまで遊んだりとか、そういう風にギャンブルとかやったりするとどうしてもお金使いますよね。なので、で当時はね時給もすごい低かったんですよ。
私は10ドルスタートだったんですけど、今は最低時給が25なんで倍以上高くなってるから、あのもちろんね、家賃もそこまで上がってないし、10年前と比べても、で使う額も減ったから貯金は全然できます。パースの方が絶対できます。で市場にいた時はどうだったかというと、ほとんどできなかったですね。あの遊んでましたからずっと。そうだから、そういう意味でもそのギャンブル中毒になっちゃった人も見たことあるし、だからいい部分だけではない。もちろんね、ギャンブル当たる時もあるから、そうパチンコとかと違って、なんかまあこれ全然もう全然あれの話なんですけど関係ない話なんですけど、例えばパチンコって一発4円の玉を回して、例えば当たったらなんか始まって、ずっとそこに玉入れてどん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 玉が増えていくみたいな感じじゃないですか。時間かかりますよね。だけどギャンブルって言ったらですけど、ポーキーマシンとかってなんか例えば30セント、まあ30円とか50円とか10円でかけてもいいんですけど、ジャックポットって来るときは来るんですよ。だから1000円しか使ってないのに50万60万70万が一気にバーンって降りてきてもらえるみたいな、そういう世界です。だから勝つ時はめちゃめちゃ勝つけど、ハマっちゃう人はもう人生が来るまでやり続けるっていうところがあるので、そこもちょっと気をつけていきたいなと思いますね。もちろんこれからシドニーに行く人は。というわけで、今日はパースとシドニーの比較をしていきました。私もまだまだ、ね、分かんないことたくさんあるんですけども、まあ、ざっくりとこんな感じで話したので、もし分かんないこととか知りたいことあったら聞いていただければと思います。それではまたお会いしましょう。バイバイ。